ここです。政治資金パーティーについてお聞きをします。パネルの1をお願いをします。こちら富山のチューリップテレビのネット記事に載っているものです。富山1区自民党の田畑博明衆議院議員の政治資金パーティーの案内状なんですが、衆議院議員田畑博明君を育てる会2024、今月6月18日開催となっており、会費は2万円です。で、皆さんに見ていただきたいのが出欠の返信をするところなんですね。まあ、通常パーティーの案内状では、まあ、ご出席ご欠席という記載があると思うんですけれども、2枚目のパネルお願いをいたします。こちらがですね、パーティーの案内状の出欠の返信するところなんですけど、ご出席ご欠席とともにご入金のみという記載があります。ご入金のみなんですよね。これはパーティーには出席しないけれども入金はするということですよね。これ明らかにパーティーの会費ではなく寄付を呼びかけるものだと考えますが、総務省に見解をお伺いします。総務省笠木自治行政局選挙部長。総務省といたしましては、個別の事案につきましては具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。その上で一般論として申し上げますと、政治資金規正法上寄付とは、金銭物品その他の財産上の利益の供与または交付で、党費または会費その他債務の履行としてされるもの以外のものを言うとされております。また、政治資金パーティーにかかる収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものとされております。まあ、いずれにしましても、個別の事案が同法上の寄付に該当するか否かにつきましては、まあ、具体の事実に即して判断されるべきものと考えます。村田さん。では総理にお聞きをします。まあ、今の総務省の見解も踏まえた上で、このご入金のみパーティー、ご入金のみの場合でもパーティーの対価だと思いますか、それとも寄付だと思いますか。岸田総理大臣。ご指摘の案内状について、私自身、直接確認はしておりませんが、支払われた金銭が寄付に当たるかどうかについて、まあ、今、総務省からも答弁がありましたように、具体的な事実関係の下で判断されるべき事柄であると、認識をいたします。まあ、よって、これはまずは議員本人が適切に説明責任を果たすことが重要であると考えております。村田さん。はい、私、この質問、先週の金曜日にしてるんですけれども、田畑議員と総理、この件でお話しされていますか。岸田総理大臣。いや、今確認しておりませんと答弁いたしましたとおり、直接、この接触はしておりません。村田さん。今、参議院でですね、この政治資金規正法の改正案、まあ、審議をして、みんなで政治改革していこうというときに、このような事案が発生しているわけなんですよね。で、私は先ほど、政府参考人の答弁にもありましたように、政治資金パーティー、やはりこのパーティーの対価というのは、物押し物に参加することに対して支払われる金銭となっておりますので、私は明らかに寄付に当たるものだと思いますが、総理、もう一度いかがでしょうか。岸田総理大臣。案内状のみならず、パーティーがどのように運営されているかなど、これは具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものであると認識をしております。よって、まずはこの議員本人が適切に説明するべきものであると認識をしております。村田さん。はい。はっきりとご答弁いただけませんでしたけれども、じゃあ、ここでですね、今回の政治資金規正法改正案における政治資金パーティーについて、総理にお聞きをします。パーティー券購入者の公開基準について、1回のパーティーにつき20万円超だったものが、今回の改正案では5万円超となったとの理解でよろしいでしょうか。岸田総理大臣。はい、ご指摘のように、1回のパーティーにつきまして、
この公開基準の上限をこの5万円超にするというものであります。村田さん、はい、ではですね、年に1回パーティーを開いて20万円パーティー券を購入してもらった場合、現行のルールでは購入者は公開されませんが、今回の法案では公開されるようになります。で、一方、年にパーティーを4回開き、毎回5万円パーティー券を購入してもらった場合は、トータルで年間20万円パーティー券を購入してもらうことになるんですけれども、今回の法案でも購入者は公開されないということになります。まあ、すなわちパーティー券の購入者の公開基準額を引き下げても、複数回パーティーを開催することで、公開基準額を引き下げた意味がなくなってしまうのではないでしょうか。その点総理いかがでしょうか。岸田総理大臣、ご指摘のようなこと、これは現在の政治資金規正法の下でも生じうるものであります。そして今回の議論の中で、このパーティーの回数の制限について各党において共有されているものはないと承知をしております。まあ、いずれにせよこうした取り組みによって公開の程度は高まるものであると認識をしております。村田さん、はい、まあ、この複数回パーティーを開催するような話で言いますと、まあ、私、まあ、公開基準額を引き下げた意味がなくなるのではないかといった、まあ、指摘させていただきましたが、確かにですね、この指摘に対しても、いや、パーティーを開いたら会場費や飲食費がその都度、まあ、かかってしまうから、やっぱり1回だけパーティーを開催したときと比べて、複数回パーティーを開催した場合は、まあ、やっぱり経費がかさんで収益が減ってしまうので、やっぱり現実問題としてパーティーを複数回開催することは、まあ、難しいのではないかという意見もあるんですね。で、ここで先ほどのご入金のみパーティーが出てくるわけなんです。複数回パーティーをして経費がかかるというのなら、ご入金のみにしてもらえば、不経費がかからずにパーティーの収益を得られるわけなんですね。ご入金のみで経費をかけずに年に何回もパーティーを開けるようになる。だから私はこのご入金パーティーはもう脱法、ご入金のみパーティーも脱法どころか違法なパーティーだと思います。総理にお聞きします。このご入金のみパーティー、今審議されている政治資金規正法改正案において規制の対象になりますか。岸田総理大臣。そのパーティーの、公開基準の上限と、それからパーティーの回数については先ほど申し上げたとおりであります。その上でご指摘のそのこの議員のパーティーについてですが、これについては先ほど申し上げたように、実態がどうなっているのか、その件だけではなくして、このパーティー自体がどのようにこの運営されているのか、これについて実態をしっかり把握した上で判断すべきものであるものだと、総務省からもこの答弁させていただいておりますが、私もその実態の把握の上で判断すべきものであると認識をしております。いずれにせよそのご指摘の点については議員本人が説明すべきものであると考えております。委員長。村田さん、はい、まあ、それでは、じゃあ、田畑議員ご本人が、ご入金のみという記載について、何とご説明されているか、総理はまだご存じないということでよろしいですか。岸田総理大臣。はい、本人が説明すべきものであると思っております。委員長。村田さん。この田畑議員ですね、地元の富山県の地方紙である北日本新聞の6月1日の記事によりますと、まあ、田畑議員のコメントです。政治資金パーティーはセミナーと懇親会の二部制になっており、ご入金のみの項目を設けたのは、来場できない県内在住者らも配信などを通してセミナーを受講できるようにするための対応で、返礼品の代金も含むとして、
寄付を呼びかけるものではないと否定しているそうです。まあ、あくまでもパーティーの対価だとしているんですね。総理、今私この田畑議員の説明をお話ししましたけれども、このご説明で納得をされますか。岸田総理大臣。はい、それは実態は議員が説明したということでありますが、まあ、それも踏まえてご指摘の点が、これはどう扱われるべきものなのか、法律に照らして判断されるべきものであると考えております。村田さん。今この説明の中のですね、配信などを通してセミナーを受講できるようにするという点について総務省に確認をしたいと思います。政治資金パーティーにおいて配信でセミナーを受講する、まあ、いわゆるオンラインでの政治資金パーティーについてはですね、この政治資金パーティーに該当しないということでよろしいでしょうか。総務省笠木選挙部長。政治資金規正法における政治資金パーティーでございますが、これは同法8条の2に、まあ、定義が規定をされておりまして、道場の催し物とは、失礼しました。すみません、定義を借りまして、対価を徴収して行われる催し物で、当該催し物の対価にかかる収入の金額から、当該催し物に要する経費の金額を差し引いた残額を、当該催し物を開催した者、またはその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものを言うという定義が置かれていまして、こちらの今申し上げた催し物というものは、まあ、人を集めて行うさまざまな会合などと開催されておりまして、まあ、人を集めずに、まあ、オンラインだけで開催するものは、人を集めて行う会合と開催することはできない、難しいと考えております。委員長。村田さん。今総務省のご答弁にありましたように、オンラインで開催するものは、人を集めて行う会合、まあ、政治資金パーティーと解することは難しいということなんです。ですので、この田畑議員のですね、ご入金のみの項目を設けた理由、まあ、セミナーで受講できるようにするというふうにご本人おっしゃってるんですけれども、これもですね、法的根拠は総理、ないんです。でしかもですね、このご入金のみの方に対してオンライン配信をするとか返礼品をお渡しするということは、田畑議員のですね、政治資金パーティーの案内状には一切書かれてないんですね。で、報道でこの問題が報じられてから、まあ、慌てて後付けで説明したとしか思えない、本当にですね、不誠実な対応だというふうに私は思います。でその上で総理にお聞きをしたいんですけれども、この田畑議員、安倍派の議員として裏金をもらってますよね。岸田総理大臣。はい、この、清和会に、の議員で、いたと承知しておりますが、今、手元に、この資料がありません。その安倍清和会のメンバーであったと私自身記憶をしております。委員長。村田さん。今清和会とおっしゃいましたが、安倍派の議員だと思うんですけれども、清和会ですか。失礼しました、間違えました。あ、そうですね、あ、安倍派のこの田畑議員は、まあ、安倍派に、まあ、いわゆる安倍派に所属をしていまして、まあ、裏金をもらっていたと。で、この政治資金パーティーの裏金問題で収支報告書に68万円の記載がありまして、党から厳重注意を受けています。で、今年の2月にですね、田畑議員は政治の信頼を著しく失墜させることにつながったことに対して、まあ、心よりお詫びを申し上げる次第でありますと、誠に申し訳ございませんと、まあ、謝罪をしているわけなんですけれども、今回ですね、この裏金議員が脱法どころか違法ともいえるご入金のみパーティーをやっている、裏金をもらっていたことを全く反省していないんじゃないでしょうか。総理、どうでしょうか。岸田総理大臣。いずれにせよ、ご指摘のパーティーにつきましては、この本人は説明されているということでありますが、
実際にパーティーが実施されたならば、法に照らしてそれがどのように評価されるのか、これは総務省が判断するものであると認識をいたします。村田さん。はい、今回の田畑方式誤入金のみパーティー、そもそもいつからこの田畑議員がこうしたパーティーを始めたのか、また自民党の中で他にこうした誤入金のみパーティーを開催している議員はいるのか、その確認はどうなっているでしょうか。岸田総理大臣。ご指摘の件以外に入金のみの選択肢を設けているパーティーということについては私は承知しておりません。村田さん。はい、まず今他には例については承知をしていないということですけれども、そもそも田畑議員がですね、どのような経緯でこうしたパーティーを始めたのか、そうしたところもしっかり調査をしていくべきだと思います。でその上でもう一点ですね、私はやはりこの誤入金のみパーティー、個別の事案で判断するのではなくて、やはりしっかりと今の政治資金規正法改正案で規制をやっていくべきだと思うんですが、もう一点ですね、この改正案について修正すべき点があるのではないかと指摘をさせていただきます。でこれ今日の午前中の参議院の政治改革特別委員会で、立憲民主党の熊谷議員が質疑をされました。政策活動費を小切手で政党から議員に渡した場合、使途公開から除外をされるということが分かりました。で法案の自民党の発議者の方からは、自民党はこれまで小切手で渡したことはなく、現金で渡してきたのでということだったんですけれども、今回の改正案が成立をしましたら、これからは小切手で渡しますねということにしたら、使途が公開されないわけですよね。これ、抜け穴だと思うんですが、いかがでしょうか。岸田総理大臣。ちょっと私自身その、小切手のやり取りについて、どのようなやり取りが行われたのか承知しておりません。今たちまちお答えする材料がありません。村田さん。はい、今小切手については承知をされていないというようなお話だったんですけれども、これ小切手だけではなくてですね、商品券で渡しても公表の対象外となるそうなんです。やはり私はこうした抜け穴を防ぐべく法案を修正すべきだと思うんですが、どうでしょうか。岸田総理大臣。はい、小切手の件もそうですが、商品券でのやり取り等についても私自身は、具体的にどんなやり取りが行われたのか承知しておりません。答える材料がありません。村田さん。この議論のですね、どのような話がされたのかを承知をされていないということではなくて、そもそもこの政治と金の問題、再発防止に向けて、じゃあ何ができるだろうかということを今議論しているわけですし、やっぱりいろんな場合、これ別の条文では金銭等としてですね、ちゃんとその小切手や商品券、有価証券含めた部分も規定している部分があるんです。ただこの政策活動費の使途公開のところだけはですね、金銭というふうになっていて、等が省かれてるんですね。でそこに何かしらのやっぱり意図があるんじゃないかということが、午前中の参議院の委員会で議論になったわけなんですが、その上で総理、いかがでしょうか。岸田総理大臣。ご指摘の点についても、丁寧に説明をするべきだと思います。私自身、この今日午前中、どういったやり取りが行われたかということについて、承知しておりません。よって今たちまちお答えする材料がありません。村田さん。はい、
これもですね、午前中の参議院の政治改革特別委員会でですね、自民党の法案の発議者の方からあったんですけれども、真相究明、やはりするべきじゃないかというような話を熊谷議員が立憲民主党でされまして、やっぱ真相究明と、その再発防止に向けて、どうやったら法案を作っていくのか、それセットでやっていくべきだよねというような質問をされたんですね。で、それに対して自民党の発議者の方から、真相究明は一定程度、事実関係解明されていると。で、その上で解明されている状況を受けて、できることはしっかりとやっていく、その中での再発防止をやっていくというお話だったんですが、その上でですね、また新たな事実がもし判明した際には、さらに必要な対応も出てくる可能性は、私も排除するべきではないと答弁をされているんです。やはり今日申しましたような、ご入金のみパーティーであったり、その金銭等の等を政策活動費においては、除いているこの点、やはりこう新たな事実として、やはり私は修正していくべきだと思いますが、総理、いかがでしょうか。岸田総理大臣。今回の政治資金規正法の改正、まずは今回の事案を受けて、この自民党として反省し、真摯に受け止めた上で、再発防止という観点を最も重きを置いて、法を作る議論を行ってまいりました。その点においては、まずは政治家自身の責任をこの明確化することと、外部の監査等の導入、さらにはこのデジタル等を使うことによって、資金の移動の透明化を図る、この3点を特に重点化して、法律を考えたということであります。そして併せて、今回、国会において、1月からの国会において、政治資金に関わるさまざまな問題が議論をされました。その全体について政治の信頼を回復するために必要な対応を考えていく、これも再発防止、直接の再発防止と合わせてこれを議論するということで法律を策定し、そして各党の意見も伺い、そして修正も行った、こういったことであります。こうした取り組みでありますから、再発防止については直接対応できる内容をしっかり盛り込んでいます。合わせて政治資金の信頼回復に向けてどうあるべきなのか、この参議院の特別委員会においても議論が続けられていると承知をしております。村田さん。やはり裏金をもらった議員がですね、ご入金のみパーティーというのをもう今やろうとしているというところ、そうした点を見ると全く反省されてないというふうに思います。関連する議員のですね、政治倫理審査会への出席と抜け穴ばかりの政治資金規正法改正案の修正を求めて、私の質疑を終わります。